アンドロステンジオンは、副腎、生鮮で生産される19炭素のステロイドホルモンで、テストステロン、エストロン、エストラジオールのそれぞれの生合成経路の中間性生物である。一般に、アンドロステンジオンは、性ホルモンの染具体である。また、結晶中にも分泌され、抹消組織で、テストステロンとエストロゲンに変換される。 アンドロステンジオンはデヒドロエピアンドロステロンもしくは17、ヒドロキシプロゲステロンから変換され、テストステロンやエストロンに変換される。副腎で生産されたアンドロステンジオンは、副腎皮質ホルモンによって制御され、生鮮で生産されたアンドロステンジオンは、コナドトロピンによって制御される。閉経前の女性のアンドロステンジオンの全、生産量は、約 3mg、でーで、副と、 卵巣からそれぞれ半量ずつ生産される。高年期になると、卵巣から分泌されるステロイドは減少し、アンドロステンジオンの生産量は約半分になる。それでも、アンドロステンジオンは閉経後の卵巣で生産される、重要なステロイドである。アンドロステンジオンはアメリカでサプリメントとして製造され、アンドロ、またはアンドロスと呼ばれていた。 アンドロは1990年代まではメジャーリーグで使用されていた。しかし、アンドロがどのくらいパフォーマンスを向上させていたかは知られていない。現在、サプリメントは世界アンチドーピング機関によって禁止されている。ゆえに、オリンピックでも使用することはできない。2004年4月11日にはアメリカ食品医薬品局がアンドロの販売を禁止している。 アンドロステンジオンはエストロゲンにも変換されるため、このサプリメントを服用している人はエストロゲンによる副作用が起こる可能性がある。例えば、男性の女性化乳房があり得る。畜産業での使用例として、牛、豚に、皮下注射で血管内投与することで体重の増加約10%と成長速度の加速が見込まれる。また、2週間程度で、 生体分解される。ありがとうございます。